黒いタピオカストローとお花紙を使って赤トンボを作りました。目と羽は去年作ったトンボと同じようにお花紙をラミネートして作っています。今回は体の部分に黒いタピオカストローを使いました。ストローの中に透明のテグスを通しているので、連なって飛んでいるように見えます。まず、型紙をダウンロードしてプリントアウトしたら、右下の羽と目の部分を切り取ります。赤いお花紙を1枚、縦長に置いて4つ折りにしたら、さらにそれを半分に折ります。輪になっている方にトンボの羽の折ると書いてある方を当てて、間をホッチキスで留めます。線に沿って羽から切り取っていきましょう。広げるとトンボが羽を広げた形になっています。目は四角い部分を先に切ります。外から切り目を入れて中の四角を切り取ります。そして周りを丸く切り取ります。ホッチキスがついた方を最後に切り取るようにしましょう。羽と目ができたら、ラミネートフィルムに挟みます。置く位置がわかるように、型紙の上にラミネートフィルムを広げましょう。手の甲に保湿性のあるハンドクリームをつけて、それを指につけながら作業すると、お花紙を簡単にめくることができます。スティックのりを少しだけつけてから、型紙に合わせて羽を置いていきます。こうすると置いた羽がずれることがありません。目も同じようにしておきます。穴の部分は切れ込みが入っているのでよれないように気をつけておきましょう。後のトンボも同じように貼っていきます。これをラミネーターにかけましょう。ラミネートできたものを切り分けていきます。大まかに切り分けたら、周りを少しだけ残しながら切っていきます。羽の先は丸くなるように切ってください。尖っていると当たって怪我をすることがあります。全部切れたら、目玉の四角い部分の向きを揃えておきましょう。タピオカ用の黒いストローの端に、幅5ミリの両面テープを3センチぐらいに切ったものを貼ります。トンボの羽の中心に両面テープを剥がして、まっすぐになるように貼り付けましょう。これだけでは剥がれやすいので、セロテープで上から貼っておきます。両面テープがないときはセロテープだけでも構いません。これをたくさん作っておきます。光に透かしてみると羽が透き通って見えます。トンボが連なって飛んでいるようにするには、ストローにテグスを通します。まずストローの先にクリップを結びつけます。クリップをストローの中に落とし込むようにすると、簡単にテグスを通すことができます。目と目の間に切り込みを入れ、そこにテグスを引っ掛けます。
テグスの長さを調節したら、切り込みのところをセロテープで貼ります。尻尾のところも切り込みを入れて、テグスを引っ掛けておきます。壁面に飾るときは切り込みの位置を変えます。横に切り込みを入れて、あとは同じようにテグスを引っ掛けてテープで留めます。後からトンボの間隔を調節することもできます。いろいろな飾り方を楽しんでみてください。